こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は FBA マルチチャンネルというですね、便利な機能のご紹介です。例えば、アメリカの FBA にですね、商品を納品したけど、カタログと違う商品を送っちゃったことが後から判明した。あるいは最近あるのが、FBA に商品納品したらですね、カタログがなくなっちゃったとか、ジャンルが許可申請が必要なジャンルに変わっちゃって売れなくなっちゃったということがあります。そういう時ですね、新たにカタログを作って、あるいは正しいカタログで自己発送で販売してですね、売れたらマルチチャンネルで発送すると。こういう方法があります。そのマルチチャンネルの発送方法なんですけど、すごい簡単です。まずですね、FBA インベントリーの画面で送りたい商品にチェックを入れます。そして、この選択項目でですね、クリエイト・フルフィルメント・オーダーをクリックします。そうするとこういうふうに宛先を入れるとか出てきます。ここで、宛先を入れてください。送れるのはアメリカだけです。アメリカの FBA に入ってるんでね、アメリカの FBA に入ってる商品はアメリカ国内でしか送れないです。で、まあ値段なんですけど、まあ、今回は、このスタンダード、ね、今日月曜日ですけど、来週の火曜日に着く形、約1週間で着く形で5.95ドルと。まあ、特にね、エクスプレスとかで売る場合じゃなきゃこれで十分ですね。まあ、5.95ドル。まあ、日本で EMS で送るより、サラで送るより全然安いですし、早く着くと。で、まあ、急ぐね、2デーとか1デーっていうのもありますんで、そっちで送った方がいいかなという場合は、チェックをそっちに移して値段をチェックして、OK であればそっちで送っちゃう手もありますね。で、これ、選択変えてもですね、大丈夫です。ここで、プレイスオーダーを押すまでは、確定されませんので、これ試しにいくらかなと見てね、Go back とかキャンセルを押して戻っちゃったりすれば送られないです。ここで値段と発送先を確認してですね、自己発送で送れます。その形で、間違えて FBA に入れちゃった商品、あるいは FBA に入れたけど売れなくなっちゃった商品はですね、こんな形で販売してください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。